大学生になった娘が一人暮らしを始めておよそ1年。毎月それなりの額の仕送りを受け取っていて、アルバイトも頑張っているはずの娘は痩せ細った姿で帰ってきた。ちょっと無理しすぎなんじゃない？ちゃんと食べれてるの？私が尋ねると、ちゃんと食べてるよ。もやし炒めとか、と娘は言う。とか？と続きを促すと、娘は黙り込んでしまった。不穏な直感を裏付けるように、娘は言った。毎月1300円、ありがとうね、お母さん。私は耳を疑った。1300円？毎月13万円振り込んでるのよ。私の名前はかなえ。昔から男を見る目がないと言われ続けてきた。初めて彼氏ができたのは大学生の時だった。2歳年上の人と付き合ったのだが、交際から3ヶ月と経たず浮気が発覚した。年上に懲りて年下の子と付き合ったら、年上だからと私が何もかもおごっていたせいか、いつの間にか紐みたいになっていたこともあった。この人なら大丈夫だろうと思って4年付き合ってから結婚した相手は、なんと浪費癖と浮気癖を持ち合わせていた。そんな私は夫と離婚をしてから10年間、シングルマザーとして娘のユリアを一生懸命育ててきた。まだまだ小さくあどけないと思っていたユリアは、いつの間にか率先して家事をしてくれる頼もしい娘に成長していた。そんなに無理をしなくてもいいのに、と私が言っても、お母さんはお仕事頑張ってくれてるから。お母さんこそ無理しすぎると倒れちゃうよ、と言って聞かなかった。一方で、ユリアは勉強でも手を抜かなかった。お母さんみたいにバリバリお仕事したいから、お母さんに負担をかけたくないから、と高校に入ったばかりの頃から、国公立大学の受験に向けて勉強していた。時々抜けているところもあるが、我ながらよくできた娘だと思う。そんなユリアは猛勉強の末、ついにとある国立大学に合格した。一緒に合格発表を見に行った時、掲示板にユリアの受験番号を見つけた私たちは手を取り合って喜び合った。それから大学入学までの時間はあっという間に過ぎていった。有給を取ってお祝いがてら温泉旅行に行ったのは本当に楽しかった。温かいお湯に肩まで浸かりながら、お母さん、あったかいね、と頬を赤くしている娘を本当に愛おしいと思った。この子に何があっても私が守る、と私は固く心に誓った。そして大学入学に伴って娘は私の元から巣立っていった。立派に育ってくれた喜びとほんの少しの寂しさを胸に、私は娘の出立を見送った。ユリアが一人暮らしを始めてから、寝る前に電話をするのが私たちの日課になった。もともと家事は得意な上、同年代に比べてしっかりしている方のユリアだ。生活面での心配はそれほどしていなかったが、それでも女の子の一人暮らしということで、多少の不安は拭えない。自分でも過保護かなと思ったこともあったが、ユリアが毎晩楽しそうに話をしてくれるので、仕事終わりにする電話は私の憩いのひとときだった。ユリアはいろんな話を私にしてくれた。大学の授業のこと、新しくできた友達のこと、
友達と一緒に入った音楽サークルのこと、そこで知り合ったちょっと気になる先輩のこと。ユリアの毎日は充実していて楽しそうで、私は嬉しかった。一学期も終わろうかという頃、ユリアは、あのね、と緊張した様子で私に告げた。何かと思ったら、最近彼氏ができたの、というおめでたい報告だった。お相手はサークルで知り合った少し気になる先輩こと牧村龍斗という男だった。私は、よかったじゃない、おめでとう、と返したが、内心ほんの少しだけ心配だった。何せ男を見る目がないと散々に言われてきた私の娘だ。その男運のなさが引き継がれていたらどうしよう、とヒヤヒヤする気持ちもあった。今度お母さんに紹介したいんだ、連れてきてもいい？私の不安を察したのか、ユリアはそんな風に切り出してきた。私は明るい声色を作り、もちろん、と答えた。夏休みに入ってから、一度ユリアは帰省がてら、彼氏のリュートを連れてきた。いざ会ってみると、リュートは清潔感のある好青年だった。はじめまして、牧村リュートです。娘さんとお付き合いさせてもらっています。リュートは、私が玄関口に出るなり、ハキハキと挨拶して頭を下げた。なるほど、しっかりした子のようだ。私の心配は杞憂で済んだかと、私はほっと胸をなで下ろした。リュート君は、先髪もピアスもしていない。けれど、どこか垢抜けた印象のある子だった。泣きぼくろがちょっと色っぽい。私もユリアくらいの年の時、こういう人に惹かれていたなぁと、妙に懐かしい気持ちになった。それから彼とユリアと一緒にお茶を飲んだが、リュートはしっかりしているだけでなく、よく気が利くいい子だった。私が入れたお茶を、持っていきますよ、と率先して手を貸してくれたり、お茶がなくなった私のカップにさりげなくおかわりを注いでくれたりする。なんだ、リュート君、なかなかいい子じゃない？リュートが席を立った隙に、私はこっそりユリアに耳打ちした。なんだって何よ、お母さん心配してたの？ユリアは少し照れたように笑っていた。そりゃあね、なんせ私の娘が好きになった男ですから。もう大丈夫だってば、お母さんじゃないんだから。そうよね、と私も一緒になって笑った。間もなく2学期が始まった。ユリアは私に負担をかけまいと、自力で生活費を捻出するべくバイト三昧の日々を送っていた。何かあった時のためにと、私は毎月仕送りをしていたが、それも将来のために貯金したいからと手をつけていないようだった。バイト先でも何かと頼りにされているらしいユリアは、学業とアルバイトでいっぱいいっぱいになり、この頃はサークルにあまり顔を出せていないようだ。大丈夫なの？無理しないで仕送り使いなさいね。もしよかったらお母さん、家事とか手伝いに行こうか？心配になってそう尋ねると、ユリアは、大丈夫、と力のない声で言った。サークル行けなくなってから、リュートが心配してよく家に来てくれるようになったし、お母さんもお母さんで大変でしょ？私は自分で何とかできるから、本当に大丈夫だよ。そう？ならいいんだけど。この前もね、
私がバイトから帰ったら、リュートがサプライズでハンバーグ作ってくれてたんだ。ほんと美味しかったんだよ。私にはリュートがいるし、大丈夫。明るい小姉からは、リュートのことが本当に好きなんだということが伺えた。そのまま、明日も朝から一限あるから、切るね。と、ユリアは電話を切ってしまった。依然として心配は残るが、そうだ、ユリアにはリュートがいるんだと、自分に言い聞かせる。その後も、ユリアは変わらず近況報告のために電話をくれたが、忙しいのもあって、その頻度は徐々に減っていった。たまに話を聞くと、相変わらずアルバイトと授業で慌ただしい日々を送っているようだ。それなのに、生活ぶりがあまり良くないのが私は気になった。リュートが家に来た日は、無理にでもちゃんとしたものを食べさせてくれているというが、そうでない日は、もやし炒めばかり食べているという話も聞いた。明らかに困窮している様子だ。でも、仕送りは十分すぎるほどしているし、ユリアがそんなに浪費をするような性格だとは思えない。その話を私の母にすると、もう自立した娘に対して心配しすぎなのよ。あなたは子離れができていない。と一蹴されてしまった。確かに心配しすぎな嫌いはあったかもしれない。ユリアももうすぐ19になる。私から見ればまだまだ子供のユリアだが、世間一般からすればもう大人なのだ。それにユリアにはしっかり者のリュート君がついている。本当に困って泣きついてくるまではそっとしておく方がいいのかもしれないと、私はざわつく胸の内をどうにか落ち着けようとしていた。そうこうしているうちに冬休みになった。再び我が家に帰省してくれたユリアは、見るからに痩せていた。もともとほっそりとした子だったが、頬がこけ、どうも明らかに細くなっている。目の下には濃いクマがあった。聞けば、昨日も夜遅くまでバイトがあって、その足で帰ってきたのだという。ちょっと最近無理しすぎなんじゃない？ちゃんと食べれてるの？ちゃんと食べてるよ。もやし炒めとか。とか？ユリアはそのまま黙り込んでしまった。唖然とする私に取り繕うようにユリアは言った。でもね、もやし炒め上手になったんだよ。一生懸命浮かべている笑顔がかえって痛々しく見えた。もしかしてこの子、ろくな食事をしてないんじゃ。仕送りはしているはずだし、一生懸命バイトもしているのに、なぜ？懸念に思った私は、不意に嫌な直感が降りてくるのを感じた。それを裏付けるようにユリアが言った。毎月1300円ありがとうね、お母さん。1300円？毎月13万振り込んでるのよ。え？今度はユリアがポカンとする番だった。嫌な予感が胸の内でムクムク膨らんでいく。ユリア、通帳とキャッシュカードはどこに置いてある？家の机の引き出しの中。ユリア、今からあなたの家に入れてね。ちょっと確認したいことがある。ユリアは唐突な私の言葉に驚いた様子だったが、気をされたようにコクンとうなずいた。ユリアの暮らすアパートに向かう電車の中で、私はユリアといろいろと話をした。まず話題に上がったのは、なぜ仕送りが1300円だと思っていたのか、ということだった。ユリアは
バイト代を入れる生活費用の口座と、私が仕送りをする貯金用の口座を別のものにしている。新学期に入り、教科書類などでどうしても出費がかさんだユリアが、先日貯金用の口座を見たところ、残金が7800円だったそうだ。口座の数字が少ない気がしたユリアだったが、ここ半年、口座に手をつけた記憶はない。私が仕送りをしていることは聞いていたが、具体的な金額を聞いたこともない。そこでユリアは、7800円が6ヶ月分の仕送りの金額なのだと思ったらしい。1ヶ月に換算すると1300円だ。いくらなんでも少なすぎるとは思わなかったの？思ったけど、でもお母さんも大変なんだろうと思って。もうバカね。私がいくら稼いでると思ってるの。舐めないでちょうだい。私が冗談めかして言うと、ユリアはやっと緊張がほどけたような顔をした。が、すぐに顔を曇らせてしまう。それもそのはずだ。ユリアが仕送りに一切手をつけていないのなら、何者かがユリアの口座からお金を抜き取っていたことになる。そうなると一番怪しいのは頻繁に家に出入りをしているというリュートだ。ユリアは認めたくない様子だった。私だってあの好青年が、ましてユリアの恋人が人のお金に手をつけていたなんて思いたくない。私は流行る気持ちで電車が最寄り駅に着くのを待った。ユリアの家に着くなり、私たちは通帳を持って急いで銀行の ATM へと向かった。銀行は夕方には閉まってしまう。すでに日は傾きかけており、時間はギリギリだった。ATM の機械に通帳を滑り込ませ、記帳がされるのを待つ。吐き出されてきた通帳に印字された数字を見て、私たちは揃って息を呑んだ。お金は毎月13万円が確かに振り込まれていた。しかし、それが頻繁に引き出されている形跡があった。ユリアは真っ青になって、なんで？と小さくつぶやいた。今にも倒れてしまいそうなユリアをカフェに連れ出し、私はさらに詳しく事情を聞くことにした。主に通帳の管理の仕方についてだ。ユリアは通帳とキャッシュカードを机の鍵がかかる引き出しにしまっていたという。とはいえ、鍵は別の引き出しの中に入っていたため、家に入れば鍵を開けることは十分に可能だった。ユリアのいない隙に部屋を漁れる人物といえば、合鍵を持っている彼氏のリュートだけ。しかも暗証番号はユリアの普段使っているカードと同じだった。きっと、どこかでお金を引き出すときに盗み見られたのだろう。これは口座を作った私も不用心だったかもしれない。ごめんね。お母さんもちょっと考えが足りてなかった。まさか他人に使われるなんて思ってなかったから。お母さんが謝ることじゃないよ。私の方こそ管理が行き届いてなかった。二人して頭を下げながら、でも、と私は口にする。一番悪いのは他人のお金を無断で使い込んだ張本人よ。そう、だね。ユリアの返事は元気がなかった。それもそうだ。一番に信頼を置いていたであろう人物に、こんな形で裏切られたのだから。意気消沈している娘を見ると胸が痛んだ。この件は私に任せて。気づくとその言葉が口をついて出ていた。え？大事にしたくないかもしれないけど、これは立派な犯罪だから、きちんと証拠をつかんで警察に突き出しましょう。
警察？動揺しているらしく、ユリアの声は震えていた。そうよ、そのくらいの一大事なの。大丈夫、あとは私が何とかする。これもあなたが安心して大学生活を送れるようにするためだから。ね？ユリアはためらいがちに小さくうなずいた。後日、私はとある探偵事務所を訪れた。夫の浮気調査の時にお世話になったところだ。娘の交際相手について調査をしてほしいんです。牧村龍斗っていう娘と同じ大学の経済学部の2年生です。この人が私が娘に送った仕送りを無断で使っていたかもしれないんです。そう言って、私はユリアから送ってもらった写真をスマホで見せた。先方は心よく引き受けてくれた。依頼料は馬鹿にならなかったが、これも白黒はっきりさせるため、ひいてはユリアのためだ。調査を待つまでの間は、不安があったユリアの提案で、彼女は私の家から学校に通うことになった。片道1時間以上かかるので、登下校は大変そうだったが、ユリアは私が帰ってくると、露骨にほっとした顔をした。いつだったか、夕飯の一品にもやし炒めを作ってくれた。もやし炒め上手になったんだよ。との言葉通り、ユリアの作ってくれたもやし炒めは確かにシャキシャキしていて美味しかった。毎日のように作っていたんだろうなぁと心が痛む私に、ユリアは自信満々にウィンクしてみせた。そして1ヶ月後、調査の結果が出た。リュートがユリアの口座からお金を引き出していたのは間違いないようだった。先方が探りを入れたところによると、ユリアと付き合い出してしばらくしてから、リュートは急に羽振りが良くなったと友人が証言している。驚いたことに、リュートの犯した罪はこればかりではなかった。なんとリュートは複数人の女性と関係を持っているらしいのだ。言葉を失う私に数枚の写真が差し出された。リュートが女性と腕を組んでいる写真。レストランで楽しそうに食事をしている写真。並んでアーケードを覗いている写真。ホテル街を歩いている写真。どの写真にも同じ男と別の女が写っていた。男の顔には特徴的な泣きぼくろ。間違いなくリュートだった。どうやら牧村リュートは友人ばかりでなく、複数人の彼女との交際でいい格好をするために、娘さんの仕送りを盗んで使っていたようです。調査の担当者は渋い顔をして私に告げた。ありがとうございますと私は深く頭を下げた。さて、ここからが反撃開始の時間だ。まず警察に被害届を出した。それからリュートのご両親と彼の所属している大学、彼が付き合っている彼女全員にリュートのしたことを書面で送った。リュートは最初しらばっくれていたようだが、複数人の彼女に迫られて、やっと罪を認めた。ユリアを含め、彼女たちは当然、全員がリュートと縁を切った。その後、警察沙汰になったことで、リュートは退学処分となり、ご両親に実家に連れ戻されたという。幸いなことにご両親は常識的な人で、一度菓子折りを持ってうちに頭を下げに来た。盗んだお金はひとまずご両親が返済する運びとなった。うちのバカ息子に死んでも返させます。と、リュートの父は土下座までした。
ユリアが風の噂で聞いたところによれば、リュートは今バイトを掛け持ちして両親にお金を返済し続けているらしい。事件が一段落すると、季節はちょうど春の初めになっていた。ユリアが春休みに入ると同時に、悪縁を切れたお祝いがてら、私たちは一年ぶりに温泉旅行に出かけた。ユリアはあれ以来、生活をきちんと立て直したらしく、肌ツヤや体つきは健康的なものに戻りつつあった。温かい湯船に浸かり、旅館のおいしいご飯をたらふく食べ、テレビを見た。久しぶりに穏やかな時間を過ごせているような気がした。お母さん。寝る直前になって、ユリアが布団の中から話しかけてきた。なあに？お父さんとお母さんが離婚したのもさ、確かお父さんの浪費と浮気が原因だったよね。ユリアに言われて、私はハッとなった。元夫もリュートと同じく、周囲にいい顔をしたいがためにお金を使いまくる人だった。そのせいで生活費も入れなくなり、その上浮気までしていた元夫に、私は離婚届を叩きつけたのだ。私たち似たような男の人を選んじゃってたんだね。ユリアが少し悲しげに笑った。そうね。これからはお互い気をつけなくっちゃね。私は少しドキッとしながら、わざと明るい小姉で答えた。そういえば、最近お母さん顔明るいような気がする。彼氏とかできた？まさか、彼氏じゃないわよ。彼氏になるかもしれないってこと？最近、例の事件をきっかけに、調査の担当者と少しいい感じになっていることは、まだユリアには話していない。なのに感づくのは、女の勘というやつか、それとも、長年連れ添ってきた親子だからか。ちょっと、お母さん。今度は大丈夫なの？ユリアは笑いながら私をつついてくる。大丈夫じゃないかな。お父さんと違って真面目で堅実そうな人だし。もうしっかりしてよね。私の次はお母さんとかシャレにならないんだからね。気をつけます。かしこまってそう言った後、思わず顔を見合わせて笑った私とユリアだった。